サリー軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の北西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は73,673人であり、2000年の71,219人から3.4%増加した。軍庁所在地はドブソン町であり、同軍で人口最大の都市はマウントエアリー市である。サリー軍は1771年にローアン軍から 分離して設立された。軍名は1765年から1771年までノースカロライナ植民地総督を務めたウィリアム・トライアンの生誕地イングランドのサリーから取られた。1777年、サリー軍とワシントン地区の一部を合わせてウィルクス軍が設立された。最初の高級的軍庁舎は1779年にリッチモンドに建てられた。そこは 現在、フォーサイス軍どな近くのオールドリッチモンド軍区となっている。1789年にサリー軍東部がストークス軍となり、リッチモンドはどちらの軍にとっても使いにくいものとなった。1790年、軍庁所在地はロックフォードに移され、半世紀以上はそのままだった。1850年、残っていた軍域の宿金川より南側が、 ヤドキン軍となった。1853年にドブソンの町が設立され、新しい軍庁所在地になった。サリー軍は地域自治体の委員会である、ノースウェスト、ピードモント自治体委員会のメンバーである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は538平方マイルであり、このうち陸地537平方マイル。 水域は1平方マイルで、水域率は0.24%である。軍全体がピードモントトライアド大都市圏にあるとみなされている。サリー軍はヤドキンバレーワイン生産地域に含まれている。ここで栽培されるブドウから生産されるワインは、そのラベルにヤドキンバレーの故障を使用できる。サリー軍は15の軍区に分割されている。空港商業航空便は、 グリーンズボロのピードモントトライアド国際空港及びシャーロットのシャーロットダグラス国際空港から利用できる。さらに群内には下記の小型機用の小さな公営飛行場が2つある。主要高規格道路。ありがとうございます。